はい、秋源氏です。ベネットトンネルの通路を5箇所開放し、隠しアチーベントを取っていきたいと思います。今はこの辺りの風色ベネットの近くに立っています。風色ベネットのところから北東方向を見るとツタがあり、奥に草の元素石碑が見えますが、こちらからは何もできないといった状況です。アチーメントを達成するためには、今見えている草の元素石碑を含め3箇所の元素石碑と2箇所の落とし穴を開放する必要がありますので、これからやっていきます。風色ベネットの近くにあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら、そのまままっすぐ北方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと穴が開いていますので、そこから下に降りていきます。風色ベネットの上まで来たら右を向いて、次は南東方向に向かって飛んでいきます。そうすると下の方に先霊がいるのが見えますので、そちらに向かって進んでいきます。着地したら先霊に近づくと先霊は動き出しますので、自分も一緒に動いていきます。黄色い花の近くまで行くとキノコが3体出てきますが、今回は無視して先霊の方についていきます。気になる方は倒してあげてください。しばらくは先霊と一緒に動いていきます。初めて来るときは敵を倒すと取れそうな宝箱ありますので、よかったら取ってください。宝箱の隣には時間制限調整もありますので、やっておくと良いと思います。今回はスルーして進んでいきます。時間制限調整を過ぎると地面が丸くへこんでいるところがあり、落とし穴となっています。落とし穴の上で先霊に触れると落とし穴が開いて下のエリアに行くことができます。下のエリアに到着したら先霊も降りてきていますので、引き続き先霊を追いかけていきます。アチーブを取るためには落とし穴さえ開ければ先霊の宝箱は取る必要はないと思いますが、せっかくなので取っておくと良いと思います。宝箱を回収したら、次は西方向に向かって通路を進んでいきます。途中に敵を倒すと取れそうな宝箱がありますので、取っておくと良いと思います。しばらくは道なりに通路を進んでいきます。そうすると紫色のサソリがいる広い空間に出ますが、斜め左を見るとクローバーマークがありますので、それを使って移動していきます。北方向にツタがあるのが見えますが、こちらからは開けられませんので、北東方向に向かってクローバーマークを使って移動していきます。次は北東方向に向かって通路を進んでいきます。しばらくは道なりに通路を進んでいきます。しばらく進んでいき、マッシュロンのいるあたりを通り過ぎたら左を見ると草の元素石碑があるので起動します。そうすると先ほど見えていたツタが動いて広い空間と行き来できるようになります。次はツタのところから北東方向にある穴に入っていきます。ツタのエリアに到着したら後ろを振り返って、次は南西方向に向かって飛んでいきます。霧がかかっているようになっていて見にくいのですが、一本道になっていますので、そのまま道なりに進んでいきます。しばらく進んでいくと飛び蛇がいますので、近づいて戦います。倒したところまでカットします。はい、ということで飛び蛇を倒すとすぐ近くにある風の元素石碑の封印が解除され、宝箱が出ますので取っていきます。次は風の元素石碑に近づいて起動をします。そうすると視点が上に向いて加速の輪が見えますが、周りを見渡すと上昇気流が発生していますので、それに乗って自分も上に上がっていきます。上昇気流に乗って上に上がれるところまで上がると、亡者の秘境の前に到着します。地面に着地したら次は南西方向に向かって進んでいきます。しばらく進むと穴が開いており、下に行けるようになっていますが、初めて来る時は落とし穴になっていますので、その時の様子に切り替えます。初めて来る時はこんな感じに石積みの村宝箱があり、それを取ると落とし穴が開いて下に行けるようになります。これもアチーブの条件だと思われますので、やっておいてください。落とし穴の前に戻ってきましたので、最後の5つ目の条件をやっていきます。落とし穴のところから南西方向に進むと時間制限挑戦があるのが見えますが、その左側の登りやすそうなところから1段上に上がっていきます。次は南方向に進むと草の元素石碑があるので近づいていきます。草の元素石碑を起動するとアチーメントを達成し、下が動いてここが最初に立っていた風色ベネットの近くとなります。
アチーベントの達成は5箇所目となりますので、人によって達成場所は変わると思います。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、ツイッチ、ツイッター、ブログ、コヨラボも見ていただけると嬉しいです。では